誰かのために届けるが世界アメリカでもトップダウンという、ラジコンのスケール大会これでも優勝したという経歴を持っております。この素晴らしいゼロ戦YS11 も点で始まって点で終わる、つまり03もスピンナーの先が円錐状ですから、点で始まって最後の尻尾の先もとんがってるので点で終わる、こういったことですね。で YS11 も点で始まって点で終わる、今回の MRJ も点で始まって点で終わるですね。だからそういう意味ではね、設定をずっと一貫して守っているというのは面白いです。先ほどもね、ノースアメリカも垂直尾翼の形で分かる、で三菱もすぐ分かる、中島もすぐ分かる、胴体横に見て垂直尾翼の形が平面形っていうのかな、それを見ますとそのメーカーが分かるんですね。それで優勝したたちのメンバーそのままです。大江さんと湯前さん、皆さんの努力で優勝見事勝ち取ったんです。
ったみたいですから、きれいには降りてくるんだと思います。あ、きれいにね、ちゃんと出ましたね、大丈夫です。本物のゼロ戦は車輪が出てるかどうかっていうのはコックピットから見えないですからね。じゃあどうやって判断するかっていうと、車輪のちょうど付け根のあたり棒が1本ついているから、この棒が全部と車輪ができないと、こういう場合になります。本物も多分こうやって飛んで帰ってきたんだろうと思います。主翼の上半角が5度50度、そしてねじり先が4度、この絶妙のこの主翼のデザインですね。ステージ入り方も外地です。着陸したら大きな拍手をお願いします。